こんにちは、翔太です。めちゃくちゃ暑いですね。もう衝撃の暑さ、皆さんですね、体調大丈夫でしょうか。今回なんですけど、7月の9日のですね、更新情報がやってくるかなと思いますので、見ていこうかなと思います。なんか放置少女はあれでしたっけ、七夕のイベントとかって特にないんでしたっけ。去年七夕キャラとかいましたっけ。いないか、別に。なんかあまりいなかった気がするな。なんか星っぽいキャラクターマーリンがいたけど、うん。七夕イベントとかは特にないかなと思いますけど、1週間前の更新内容から見ていこうと思います。その前にですね、明日更新日となりますので、午前中に1回ログインしてもらって、午後ですねもう一度ログインしてもらってですね、もろもろのですね、鍛造工房とか神髄工房とか少女の出会いとか、限定特典とか、その辺のですね、もろもろのアイテムのニュースであったり交換であったりですね、やってもらうのを忘れないように気をつけてもらえたらなというふうに思います。それではですね、1週間前の更新内容から見ていきますが、猫コインパックですね、今来ておりますので、ショーの課金する方は忘れないようにしてください。猫の遊び番ですね、本日前となっておりますので、ガチャ回す方は回すのを忘れないようにしてください。個人的にはですね、副賞のラインナップがかなり増えましたので、副賞狙いでやってもらうのがいいのかなというふうに思います。で、その際はですね、さすがにですね、やっぱり600コイン持ってないと、600コインで、底引きすることができるようなものになっておりますので、600コイン集めた上でやってもらうのがいいと思います。私みたいにですね、もういいやと思って中途半端に回すと、結構後悔することが多いのかなというふうに思うので、そこはですね、気をつけていただきたいなというふうに思います。で、ラッキースターですね、今来ておりますので、芝生、関羽、真田、呂布、公孫さん、武田、出雲、特に武田ですね、一応箱キャラクターとして使えますので、この中だと一番おすすめです。今言ったキャラクターたちのですね、球団のちょびだめをしてもらうのは個人的にありかなというふうに思っております。美少女学園は8期、連覇、力心、宮本武蔵、竹中、猛木、石田、静止、浅井、半蔵来ておりますけど、8期はですね、皆さん、ちょびだめしてもらってもいいかなと思います。で、URCNのキャラクターの奥義を開ける方は連覇、力心、浅井、半蔵あたりも狙ってみてもいいかなと思います。仮想の集いはですね、正直ダッキー、超運が全て持ってってるかなというふうに思いますが、万人にですね、優先していただきたいのはダッキーで、超運は MR アバターですね、入手する予定がある方はですね、狙ってみてもいいのかなというふうに思います。で、あとはですね、聴覚、サジ、呂布、炎章、孫権の UR の絆であったり、呂布ですね、 UR 戦アバター結構奥義あったりするので、この辺は集めてもらうといいのかなというふうには思います。風前日桜、今やってきております、本日前となっておりますので、課金する方は忘れないようにしてください。水筒巨星も今来ております。1日目だけはですね、原本をもらえるので、私も今日はですね、やろうかなという、1200円だけ課金しようかなというふうに思っています。で、キレイタさん今来ておりまして、超高名が圧倒的におすすめです。9姫とか卑弥呼とかの UR 戦の絆を集めてもらうのもいいかなと思いますけど、超高名最優先でいいのかなというふうに思います。それではですね、7月5日の更新内容も見ていきます。まず一朝一夕ですね、必ず大吉で来ておりますので、今日課金する方はですね、してもらえばいいかなというふうに思います。で、剣が今来ておりまして、聖戦セレクトパックとお得セレクトパックですね、これで私はですね、とりあえず花の水引きを、MR の孫将校が来るまではですね、ちびちび、特にお得セレクトパックの方で集めるようにしています。で、週のギフトでですね、月お茶屋め来ておりますので、課金する方は忘れないようにしてください。で、今、紹介来ております。紹介もですね、非常に強力なキャラクターとはなっているんですけど、足止めキャラクターとしてですね、非常に強力なキャラクターだなというふうには思いますけど、ただですね、SSR スタートのアバターっていうところと弓章ですね、で、しかも割と回避に特化した弓章になりますので、ちょっと最近のキャラクターの中では、ダメージカットもですね、70% とか 85% しかない弓章というところになりますので、ちょっとですね、運用としてはきついのかなというふうに思うので、個人的にはする推奨かなというふうには思います。紹介今までめちゃくちゃ使ってたぜって方はですね、もちろん取っていただいてもいいのかなというふうに思うんですけど、基本的にはスルー推奨かなと、私は思いました。
それではですね、次は7月5日のですね更新情報を見ていく、あ違うわ、7月9日の更新情報を見ていこうと思います。なんかいろいろ今書いてあった。まずアーサーをですね再販やっていきます。ちょっと欲しいな、まあちょっと取れないですけど、あの大天狗取った後なんで取れないですけど、結構欲しいですね。まあやっぱりまあこのアーサー王に関してはですね、まあタンクキャラクターとしてはですね、まあ、最高峰といっても差し支えないキャラクターになってるかなというふうに思いますので、まあ、個人的にはかなりありなキャラクターですね。普通に欲しいです。で、おっとっと、もう七夕イベントとかじゃなくて夏イベが始まりますね。まあ、夏の旅行イベントですね、7日間のログインイベントがやってくるみたいです。ちょっと見てみましょうか。ログインイベントで、あ、元宝とか水引きとか、あ、花の水引きがいっぱいもらえますね。あとは高速戦闘権がもらえるものになっておりますので、まあ、皆さんですね、1週間ログインするのを忘れないように気をつけてください。まあ、1週間以上ですね、10日間、期間としては10日間あるので、まあ、多少ログインしなくてもいいんですけど、まあ、忘れないようにするのが無難かなと思います。で、なんだこれ、潮干狩りの日が始まるみたいです。どういうイベントだ？あ、これあれですね、この前あったイベントかな。まあ、行動力が3分に1個だったっけな、溜まっていって、まあ、なんで結構頻繁にですね、ログインしてやらないといけないイベントなんですけど、50枚確か溜まるんだったかな、ような気がしますけど、まあその行動力を使って引いていくと、まあ、で行動力は一応課金でも買うことができるようなイベントになっておりますので、まあ、これはちょっと明日来たらまた見てみますけど、まあ、基本的には前回と一緒かなというふうに思います。まあ、定期的なログインですね、っていうのだけ忘れないようにしてもらえば、かなりいろんなアイテムがもらえていいイベントかなというふうに思います。あ、で夏の軍令やってきますね。まあ、デイリー任務を完了させると星の砂っていうのがゲットすることができるみたいなので、まあ、これを集めてもらってですね、まあいつもの軍令と一緒ですね、戦闘権と、まあ、元宝と、課金する方は元宝と、まあ、覚醒弾がもらえるよというふうな感じです。で、お土産販売者やっていきます。夏の感動、夏の衝撃、夏の革命、夏全制覇、まあ多分160円、1200円、3800円かな、で1万1800円の、まあ還元アイテムになるかなと思いますけど、基本的にはですね160円だと思われる夏の旅行しか私はおすすめはしません。あ、違うわ、夏の旅行じゃないわ、お土産販売者の中にある夏の感動ですね。まあ以外は基本的にはもうお金に余裕がある方ですね。まあ少額の課金はできるぜって方はですね、夏の肝臓は多分、まあ明日見てみますけどおすすめです。夏の肝臓って言っちゃいましたね、今感動です。で、栄華銀月は、栄華銀月やっと来たんか、小石パックがやってくると。あ、でなんだ、名称の聖書パック第2巻社1週間での販売回数を変更いたしますとのことみたいです。今までは、週3回までだったんですけど、週5回までになったので課金くださいというのが、まあ、運営さんからのメッセージなのかなというふうに思います。まあ、これ、まあ、週5回に増えたから課金しまくるぜって方、まあ、一定数いらっしゃるんでしょうね。まあ、言うてあれコンプで、まあ、コラボキャラ以外はコンプすることができるんで、まあ、そういった方も多いんじゃないかなと、多くはないか、まあ、そういった方も一部いらっしゃるんじゃないかなというふうには思います。でラッキースターは張飛、土高村、宗職、劉氷、柴田、馬頭、慶華、宇吉、宗純、豊が一斉に登場します。これってキャラはいませんけど、張飛、あ、まあ、宗職が一応ですね暴走キャラなんで宗職優先ですね。体力奥義もあるし、であとは張飛、浮き狙ってもらえばいいかなと思います。ラッキー割引やってきますので、9割引で欲しいアイテムを、出た方はですね課金検討ください。で神女の宝物もやってきますね。まあこれもちょっと480円と、まあちょっと割高感もあるんですけど、結構お得にですね MR 結晶とか椿水とかもらえるイベントになっておりますので、私もですねこれ課金するようにしてます。まあちょっと運営さんの手のひらで踊らされてる感じしますけど、まあ1日500円ですもんね、500円7日間なんで、まあこれが来るたびに3500円課金してるのかと思うと、前回の少女の、あれ、サシステソじゃないわ、サシステソは違う、あれは違う、やばい、バレンタインのですね、イベントみたいな感じにはなりますけど、まあおすすめです。で美少女学園は最上、雷神子、玉物前、楽器、ジョーガ、濃姫、スキピオ、サルトビ、には服部半蔵が一斉に登場します。まあ、これってキャラはいないですね。玉物前とか楽器、ジョーガあたりは奥義優秀かな、あ、服部半蔵もかな、奥義優秀かなと思います。仮想の集いは、お、来た来た、リクソン、テイク、挑戦、光順、脅威、あれ、馬体、帝宝、天意、序書、祝勇、なんか初めて見るラインナップな気がする。
なんか変わったような気がしますね。まあ、リクソンが奥義あるんで私は取ろうかなというふうに思っていますが、まあ、それ以外は特にかなと思います。絢爛無限ですね。パーシバル、リコー、天草四郎、レオニダス、カノエイトクが一戦登場すると、多分花嫁の再販はないんじゃないかなとリコーの、思いますけど、まあ、なんで、まあ、基本的にはスルーですね。レオニダスもちょっと今となってはって感じはあるんで、今から取るかって言われたら微妙な気はするんでスルーでいいかなと思います。で、綺麗多彩の方はかぐや姫、アザイ、盲点、太鼓坊、アシアドーマンが一戦に登場しますということで、まあ優先度としてはかぐや姫が一番上かなというふうに思います。バッファーなんで。で、太鼓坊、盲点ってかみんなやな。で、全員ですね、UR 戦の絆集められる方は椿水で取ってもいいかなというふうには思いますね。で、おっとマジか。週のギフトがまず春待ち翌受走とコーンギフトやってくるっていうところで、まあどちらもですね、おすすめですけど、特に春待ち翌受走はですね、何か一つだけ課金して、まあ課金者の、得点一部受け取りたいんだって方はおすすめです。損傷を取るなら一番おすすめですね。春待ち翌受走だけ課金する、これがおすすめです。で、見た目何も変わってないけど、変わってる？なんか一緒やな。源博正のウェディングドレスがやってくるというところで、これワンチャンあるかもしれんな。大天狗との組み合わせがちょっと気になるところですね。ワンチャン取る、いや取るか、ワンチャン取るかもしれないですね。花嫁ならなんとか取れるような気もするんで、うん、源博正がちょっと今手元で見ようとしてるんですけど、まあちょっと正直スキル1で撃砕をばらまけることしか覚えてなくて、ちょっとちらっと見ますけど、そうですよね、スキル1はまあ範囲攻撃しかないんで、まあまずスキル1に関してはこのままの、まあ、性能だったら、正直相性悪いですね、大天狗と。あ、でスキル2は大天狗と相性めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいかって言われたらめちゃくちゃではないですけど、攻撃対象的には相性いいんでワンチャン取るかもしれないですね。まあ、しかも神髄共鳴スキルもですね、防御力で攻撃力ダメージをカットしたり、物理防御力で筋力ダメージをカットすることができるんで、まあ、しかも撃砕キャラクターで撃砕が剥がれないにはなると思うんで、いや、めっちゃ強い可能性はありますね。これちょっとかなり楽しみです、個人的に。いや、ワンチャン取るぞ。ワンチャン取ります。あ、で、うわ、ついに来た。やば。ちょっと待って。明日やばいやん。やば。レベル上限を230から240に変更。戦役のメインステージを50ステージ追加。まあ、50ステージって言いつつですね、多分メインとなるところは、一つか二つぐらいじゃないかなというふうに思います。私もですね、以前の204から205の間ですね、なんかいろいろ増えてたんですけど、それは簡単にクリアできたんで、全然いけるかなと思います。で、サブステージ、1ステージ追加。で、関連する任務の調整、微細な不具合の修正。ってことは、ちょっとボス戦突破せなあかんな。ボス戦ちょっと私まだ2000ステージ突破できてないんですよね。いや、マジか。いや、ちょっとこれは私自身では2001以降のステージをちょっと拝むのはしばらく無理かなというふうには思うんですけど、まあちょっとってなると源博正なんて取ってる場合じゃないな。ちょっと戦役目線のキャラクターを狙っていこうかなというふうに思います。って言っても私持ってないキャラあんまりいないんだよな。大使命取るかぐらいなんですよね、正直。チクルクキャラクターが1体少ないんで、そこを埋めるぐらいしかできることがないんですけど、ボス戦か、馬長ついに取るか、まあ、ちょっと考えようかなというふうに思います。源博正がめちゃめちゃ戦役適性がいい感じのキャラクターだったら、まあ、それはそれで考えようかなというふうに思いますね。今回の動画はここまでにしようかなと思います。いや、突然のニュースでした。これからも放置視聴者の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。